はようございます。コウスケと申します。ガンダムエボリューション実況していきます。シーズン5のアップデートでこちらのハイペリオンガンダムに調整が入りました。盾キャラ共通で機動力が上がったのと体力の低下とアルミュレルミエールの耐久力低下という弱体化が入ってますね。ただですね、機動力が上がったことによってですね、このキャラ実はまだ戦えるんじゃないかということで、今回はこちらのハイペリオンガンダムを使って対戦していきたいと思います。では早速対戦いきましょう。どうぞ。あれ、真ん中来ない。これこっちから来るか。だよな。任して。こういう時得意よハイペリオン。あー、味方がやられた。大丈夫か。起こす。あれ、なんかチームキル入ってる。早すぎる。おー、味方の対応力の高さに驚いてしまいました。右だね。危ねえ。お、危ねえ。さあ圧かけていこうかな。あー惜しい。もうちょっとでやりそうだったんだけど。アルミルルミエールが溜まりました。ほい。あー痛い。いでででででで、早く取りたい。あぶねえ。よかったよかった。ハイペリオンの強みがやはり出てますな。あー外れた。ここは通さねえぞ。あぶねえ。頑張ればスサノオもやれなくはないか。ビームチャクラムとか遠距離系の弾さえ防いじゃえば割と戦えるっぽいね。オッケー、くいけ。待ってください。うわ、フォルファントリー強ー。全然頭入ったな今。エクシアなら簡単に溶けちまうぜ。あ、それまずいね。まだ一人。おおおお、突進はやめなさい。さあフォルファントリー発射。お、あー危ない。痛い痛い。あー後ろから来てた。すまねえすまねえ、まひろくん。待てー。引かない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 。盾だからね。入ろうかな。大丈夫かー。大丈夫そうだね。ふう、危ない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 。ユニコーンならやりたい。うん、逃げられちゃった。まあ大丈夫だ、追いかけちゃう。これはさあここから来るぞ。おおおお、うわーやめろー。ウルトランテ使うんじゃありません。あいて、あいて、あいて、あいて。あーガパーズ回復まであとちょっとだったのに。これはおとなしく正面から行こう。ふうやれるかな。お、よし、フォルファントリー頭入った。めっちゃ火力高いですよこれ。さあ入りまして、パンチはやめて。パンチはやめろ、パンチはやめろ。ほっ、よし。おー、よかった。防御力高いなこいつ。体力本当に100減った。さあ行こう。まあ思い切って真ん中から行っちゃおうかな。うん、まあ、守備よくいけましたね。我が軍の勝利です。やっほー。私たちみんなの勝利ですね。まだまだ強さは健在だな。はい、ということで本日は、ハイペリオンガンダム使っていきましたが、いかがだったでしょうか。他の盾キャラクターと比べるとこのキャラクターはちょっと弱体化の方が大きいといえば大きいんですが、ただやっぱり機動力そのものが上がったことによって使い勝手自体は単純に増したと言っていいんじゃないでしょうかね。まあなんだかんだアルミレルミエル硬いし、で
自前のシールドも持ってるので、まあ、硬さは本当に変わってないです。それと火力面も特にいじられてなかったと思うので、今まで通りの、運用でいけるんじゃないかなと、思いました。気になった方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい、では、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。勝てーなこいつ。